おはようございます。これね、クリームチーズの上にスクランブルエッグが乗ってますと、リンゴサラダ。ケールっぽく見えるけど普通のグリーンリーフとリンゴです。オリーブオイルとバルサミコ、塩コショウって感じです。こんな感じで家にあるもので簡単に朝ごはんを作りました。ちょっと簡単にね、今日買ったもので紹介します。もうシャツとかもう永遠にシワシワだったから欲しいって思って買うの後回しにしたんですけど、かけてできて置いてできるやつ、ツーウェイのやつにしました。スターウォーズの T シャツがね出てて、この柄にしました。結構でかいよね。S がなくて M サイズになっちゃったからめちゃくちゃでかいんですけど、メンズのトランクスなんですけど、結構ちっちゃいっぽいんだけど大丈夫かな。 S サイズ、足結構腰がきついかも。これね500円、パンツとしては使わないんですけど普通にショートパンツとして使います。でこれはネットでね注文して取りに行ったんですけど、で行ったらこれも今限定価格になって買っちゃいました。もうすぐね旅行に行くんですけど、その時に使うのにもちょうどいいと思って、飛行機乗る時そのしっかり感がいいわ。さすがユニクロ、グッドグッド。サンリオはあの贈り物なので私のものじゃないんですよ。なんでじゃあ飛ばします。1個無印って買った大きいねグラス使ってたんですけど、なんか汚れて汚くなっちゃったから1個処分したんですよ。なんで今年の新しいコーヒー用のグラス。ちょっと大きいけど、前回 IKEA の購入品を紹介したんですけど、
それでね、少しだけ、本当に少しだけラグを引いてのダイニングが変わったのでちょっと紹介します。ここにね、あった黒いランプ、キノコ型の黒いランプは寝室に持ってって、寝室にいたペーパーランプをダイニングに持ってきました。まあそこはこんな感じで、文房具とか電気系のコードとかそういうごちゃごちゃしたものがここにね入ってます。で、まあソファーは別に変わってないんですけど、多分自分の YouTube で多分ここのね紹介をしたことが多分なくて、ルームツアーとかやったことないんで、まあ、軽く紹介すると、これソファーがこういうグレーのねソファーを使ってるので、これが嫌なので色が、これは日暮里の生地屋さんで買ってきた、本当にめちゃくちゃ安い生地なんですけど、すごい可愛いんですよ、ストライプで日暮里でね仕入れてきました。このクッションカバーはシーンで、こっちはフランフランかな、こんな感じでソファーがあって、でこの絵はね、これは実はマティスの塗り絵みたいのを買ったんですよ。その中のページを切り抜きました。切り抜いて額に入れたっていう、これもマティスのアートポスターなんですけど、これはねここかここかどっちかにリンク貼りますけど、マティス店に行った時に購入したアートポスターです。でこれ実はすごい横長の絵なんですよ。でだからここにあとねもう2枚こっちと右と左であって、それを一緒に額に入れてもいいし別々で買ってもいいしみたいな感じなんですけど、とりあえずこの真ん中の1枚だけ飾ってるって感じです。で両脇の2枚も飾ろうかどうしようか迷ってて飾ってないです。ここにね私のお気に入りのサボテンさんがいるんですけどね、あっちに置かれてたんですけど、ライトを置く関係上この子は今こっちに移動してきて、ちょっとね低いんでそんなに大きなサボテンではないから、ちょっと身長がね足らないんで、ここにスツールとかを置いてその上にこうやって置きたいんですけど、そのねいい感じのヴィンテージ感あふれる可愛いスツールをただいま探し中です。でこれはこの間リサイクルショップで買いました。300円、まあ、私の部屋に合うかなと思って、これもこうやって置いたらちょっとちっちゃいから別にここに置こうと思ってないんですけど、とりあえずねなんとなくこのサボテンの横に置いてあるだけです。ラグ、イケアで買ったラグがここに引かれております。いや結構いいよこれ、すごい部屋の雰囲気も変わってとても良い。この椅子はねイームズのちゃんとヴィンテージチェアでして本物です。昔ね実家にあったものを譲り受けております。これはね昔スリーコインズで買ったブランケットなんですよ。このペーパーランプ、玉ねぎちゃんのペーパーランプはこれもイケアですね。これは去年買ったのかな確か。このガラスの楕円形ダイニングテーブルはメルカリで買いました。もともと青山のヴィンテージショップで売られてたヴィンテージ家具なんですよ。それを譲り受けました。でキッチンはね、はい、これね、IKEA で買ったやつ、可愛いのでかけてます。で、フライパンね、あれはハーベストで買ったやつか。で、これは IKEA ですね、 IKEA ばっかり IKEA。 このね、包丁ね、いいやつなんですよ。お父さんにもらったんですけど、でもなんかどこのとかはちょっとよくわかんないです。でもこの包丁気に入ってます。最近ね、このねラックを買いまして、これをねこうやってそのままここにそのまま置くのがずっと嫌だったんですよ。でなんかいいのないかなってずーっと探したんですけど、まあ、ようやく巡り合いました。はい、あとスタンダードプロダクツです。はい、でねこの子がすごい長かったポトスがこの辺まであったんですけど、なんか枯れてきちゃってもう切ったんですよ。切って今ここでまた育ててます。お隣はポトスですね。じゃん、実は今
家にサムギョプサルのね半分だけあるんで、それをね焼いて食べようと思います。今キムチがこれしかないんですけど、これもね手作りキムチで、まあ、キムチっていうか浅漬けみたいな感じだけど、とカスみたいな。でそうだ、この作り方は違うね動画で紹介してるんでリンク貼っときますね。うわ全然ないわ、一口じゃん。でねサムギョプサル第1回目の時にやった時のサムジャン、手作りサムジャンが残ってるので、これね、これを使います。このね、作り方も違う動画で確か紹介してたはずだから、これもね、リンク貼っときます。めっちゃ簡単なんですよ、これも。これはね、味噌、コチュジャン、醤油、砂糖、みりん、ニンニクとかだった気がします。今日はお酒ないんで炭酸水で。じゃーん、夏メニュー。